で髪色を変える気分になったんですか？とても大人っぽくて素敵です。ありがとうございます。次は前の楽器は何を使ってましたか？前の楽器なんかいっぱい借りてたからちょっと どうやってあれしようって感じだけど、自分が持ってる前の楽器は、いやでも前の楽器違うんだよ、お兄ちゃんの使ってたんだよ、なんかそれ使ってたのなんかもう高校生、へえ、そんくらい。わかりません。これは何？これ、これはわかんない。ちょっとこの質問なかったことで。そう。じゃあ今の楽器は何年作ですか？1990なんかです。最近だね。6か5か4か3か7か 8、 私より私下だったかな。7か2からの中だったら年上だ。うん、年下、とにかく1990年代です。年下だったら99年しかないよね。同い年ではなかったから、うん、1から7か9。年上の確率高いよね。多分年上だった。じゃあ次はバイオリンの偉人に会えます。誰に会いますか？オイストラフてか会わなくていいけど聞きたい生演奏。もう亡くなってるから聞けないんだけど、はい、です。次はでもクライスラーも会いたいな。クライスラーイケメンだし。バイオリンと指はどのくらい所有してますか？所有がちょっと曖昧なんですけど、自分で買ったバイオリンというのはそれこそ1個ずつしかなくて、まあ、お母さんというかお父さんというか親から買ってもらった、私のやつがバイオリンという意味で1つずつなのかな。でもお兄ちゃんの楽器もあって、なんかそれを使わせてもらったりしてた時もあったから、なんか分かんない、どれが私の所有物？そうやって考えると、2個ずつって感じかな、多分。でも弓は指のやつは今も使ってるから弓は3つくらい。いやそうだから今住んでる家にはバイオリン2つと弓が3つあります。曲を弾いてるときどんなことを考えていますか？アンプ飛びませんように。でも弾いてるときはあんま何も考えてないです。あんま何も考えてないか、逆になんかめっちゃ、でもなんかふとしたときになんかご飯のこと考えてたりすることがあって、なんかハッとする。まあその本番リサイタルとかではないけど、なんかふとしたときに今全然違うこと考えてたって最近気づいたりはするけど、まあ特に何も考えてないです。次、練習中なんか今日は調子がいまいちやなと思った時はどうしてるの？どうもしない。なんかそのケーキ食べて頑張るとか、あ寝るとか。あでもなんかあんまりないかもしれない、その今日めっちゃなんか不調だみたいなこと思ったことは今までで一回もないかもしれない。なんか理由がちゃんとあって不調だったとしたら、例えば手が痛いとかもちろんある、もう弾かない方がいいとかあるし、なんか練習してないから弾けてないとかはあるけど、なんか日によって左右されたことは特にないかも。理由がちゃんと分かってることしかないです。普段のバイオリンウォーミングアップ動画が見たいです。家きれいにしないといけない。動画撮るって場所がさ、ちゃんとしてないといけないのがね。でも頑張ります。はい、一回あげたよね、初期の頃。うん、あげたね。15分ぐらいあげた。あげたビブラート、どんな練習すれば上手になりますか、上手くなりますか？
ゆっくりあー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 ってのを壁に渦巻きをあの先をつけてやる。へえ、なんかどこを動かしていいかわかんない。手首なんか手首だね。でも手首うーん、緊張になりそう。だから力は全く入れずに、まあでも練習よな、うん、そうだね。ゆっくりのビブラートの練習をする。うん、力入れずに、バイオを動かさずに、ハイポジションを取るコツってありますか？私も聞きたい。コツなんてあるのかな。コツなんてあるのかな。どうなんだろう。コツコツとはコツ。さ、番組ってフレットがあるからさ、うん、なんか、うんうん、話になってこの間撮影してた、ないからもう練習。でもなんかどうやって音取ってんのって言われたらさ、うん、感覚だよなって思うんだけど、そうじゃない理論的なバイオリンの音取ってるのが感覚じゃないっていう、なんかその理論的な理由がもし見つかる方いらっしゃったらコメントに教えてほしいです。いや本当になんかもうどうやって音取ってるのは感覚なんだよな。だからコツも感覚を身につける。でもハイポジションの時にあのこうやって例えば4の指で目指す音があるとしたら、4の指にたどり着く時の1の指が何の音なのかっていうのを把握しておくと、なんかそこの方に向かう、言ってること分かるかな、分かるかな。こうだから4の指がまあなんかラだったとしたらラね、ラーソーファーラーソーファーミ、1の指がミになるんだけど、その1の指がミに行く方が得意だったりしたら、そこに1をやって4を取るとか、そういうのはコツの一つなのかもしれないです。何歳から始めましたか？3歳です。なんでバイオリンやらせられたっていうか、やったっていうか。でも、お兄ちゃんがやってたんだけど、その原点は何だろうって。お母さんがバイオリン多分好きだったんだよね。やりたかったのかな。なんか、お母さんピアノやってたんだけど、で、バイオリンやりたかったか好きだったかかな。お兄ちゃんがやりたかったのかもしれないけど、それで、うん、私はお兄ちゃんについて言ってて、うん、こうなりましたって感じ。いろいろ演奏で行っていますが、どこの土地の食べ物が美味しいですか？でも北海道の海鮮丼美味しいよね、やっぱ、うん、北海道の海鮮はやっぱ美味しい。でもジンギスカンも美味しいし、北海道いいよね、やっぱ北海道かなかな。でも名古屋も負けてないと正直思う。あの味噌カツでしょ、キシリンでしょ、なんだっけ名前、大好きなやつ、あ、ひつまぶしでしょ。まあ負けてないけど、まあでもなんか名古屋は味のインパクトで戦ってるから、まあなんか土地で言うとやっぱ北海道かな。北海道、福岡もいいよね。でも北海道かな、北海道です。ジンギスカンのあの感動したもんね。え、めっちゃ美味しいよね、ジンギスカンって。なんであんな美味しいんだろう、ね、うん、海鮮ジンギスカンいいわ。芸大の入試の新曲対策はどんなことをされましたか？新曲ってなんだっけ新曲ってなんだっけ。新曲師匠だけじゃん。師匠のこと新曲って、新曲って師匠しかないから、うん、新曲師匠かな。え、でも私新曲師匠めっちゃ苦手で、なんか何が苦手ってドリミファソが言えないの。なんか私バイオリンから始まったから、バイオリンのアーセンの1の指がシとかそういう感じで覚えたの、うん、だからなんかこの楽譜を見てすぐにシの音だったらもうバイオリンでアーセンの1の指を押せるんだけど、うん、それをなんか
死の、まあ、新曲師匠っていうのはその音符を見てその音符の音を歌うってやつなんだけど、でドレミアソラシドで例えばソファソラって書いてあったらソファソラの音を取って自分で歌ったやつなんですけど、なんかその変換がさ、死っていうまでにさ、こう来るわけよ。死がある、で死の音を思い浮かべる、アーセンの最初の1の音死みたいな感じで来るからドレミファとかマジで言えなくて、なんかララララだったらすぐ歌えるんだけど、なんかドレミファしかも滑舌悪いじゃん何より、だからなんか16音符とかになると普通に噛むしだから師匠が一番怖かった。違う、これコツの話だよね。どんなこと、対策はどんなこと、対策は、え、でもだからひたすら練習しましたよね。やるしかないもんね、うん、そう。だからもうなんかもう3時、あの入試のバイオリンの試験が終わって最後にあるんだけど、その新曲師匠が3時にの前はもう師匠が一番苦手だったから、それこそもうずっと師匠曲師みたいになるじゃん、うんうん、それをなんかずっと追いながら頭の中にドレミファソ変換してやってた。言えないんだよね、ドレミファソが。交流文献って師匠の時間じゃなかったっけ。ああ、そうだね、やってたね。交流文献、茶色いやつ。茶色い。やってた、確かに。確かに、そういうのをね、うん、いっぱいあるだよね、でも。授業とかでもいっぱいあったからね。高校だといっぱいあるけど。まあ、いっぱいあるだよね、でも。やるに越すことはないです、多分。弦の張り替え頻度とかメンテナンスとかについて。はい、あ、弦の張り替え頻度はでもなんか大きい本番の前に結構変えるから、大きい本番ってか大きい会場とかリサイタルとかの前に変えるから、なんか月に1回くらいは全体的に変えてるかも最近は、うん、でも弾くあれにはすごいよるから、弾くタイミングっていうの、なんて言うんだろう、弾く量によるから何とも言えないけど、まあそんな感じで変えてます。メンテナンスは半年1年に2回くらい調整で出してるかな、楽器を。着替えもちょっとしてるかな、1年3回、わかんないや、でももうちょっとしてますね。弦高いからさ、どんどんなくなるから、なるべく大事に使わないと。でもだから錆びないようにしたりして、3ヶ月はだから早いか、どうなんだろう。まあでもそんな感じです。3ヶ月くらいかな、うん、はい。じゃあ次は、一生のうち1回はこれ弾いてみたいみたいな曲ってありますか。え、ないな、特に。別に弾いてみたってバイオリン出てるところはない。なんかそのなんだろう、あ、これ弾けたらいいのになみたいなものは別にバイオリンでは特になくて、どちらかというとなんかピアノでさ、あのめっちゃかっこいい速い曲弾けたらかっこいい、どういう気分なんだろうとか思う。カンパネラとか。そう、自分でさ絶対弾けないからさ、なんか絶対そんな手動かないからピアノ弾いても、うん、めっちゃ練習しないとだから。これが今弾けたらどういう気分なんだろうなとかはあるけど、バイオリンは特にない、ないです。はい。本番前の過ごし方を教えてください。え、いっちゃ何もしてないよね。あ、びっくりした。じゃあこれ見に行って靴履いてない本当になんかいつも時間ないよね、ここ。すごい時間なくて、なんか化粧して髪の毛やって、うん、チョコラビビ飲んでリップしてしてたらなんかすぐ本番になるから、うん、何もしてない、それ以外、うん、全然落ち着いて瞑想とかする時間ないよね、なんか落ち着く時間ゼロです。それだったらさ、楽屋開けたらさ、東海オンエア見ながらプリン食ってえ、何でもあったかも。なんか確かにリハのさ前とか、なんかリハなんかめっちゃ時間あると、だいたいなんか普通に東海オンエアドラマ見たりとか、なんか動画見たりとか本読んだりとか全然しちゃうから時間がなくなります。だから直前はマジでバタバタしてて、その前はなんか日常を送っている。だからいつ声をかけるかっていうのはまだつかめてないわ。え、いつでもいい
ないよ。だからいつとかないんだよ私。違うのよ、あのもう少しですって言っても、うん、あーって始まるから。それにもう少しですって連絡来てもまだ間に合ってないからさ、言われたところで出れないんだよね。そうだから逆算していつにもうちょっとだよっていうか、まだ掴めてないけど。どこがベストなのか。そうで、この間のリサイタルもさ、めっちゃギリギリ出てさ、もうなんかあの黒岩さんとかももうそれで待っててくださってさ、で私なんか靴下見て、あ待って旅館のトゲ履いてるとか。そんな感じだった。そんな感じなんですよ。あ、緊張しますか本番は。するときはする。なんか無伴奏ツアーめっちゃ緊張してたよね。うん、無伴奏ツアーとかはすっごい緊張するけど、なんだろう、やっぱやることがすごい大変だと緊張します。結局は、絶対失敗しないとか、なんかこれはそんな大変じゃないって言い方ちょっとあれだけど、なんか慣れてるとか、それこそそういう系のことだと最近はだいぶしなくなりました。でもなんか自分のコンサートはそんなにあの。そんなになんだけど、それより人のコンサートとかの方が緊張するようになっちゃった。なんか失敗したら迷惑かかるってのの方がなんか緊張するです。でもそんなします全然。だから、うん、やっぱりする。全然します。まとめ方そんな感じかな。はい、こんな感じで。今日はインスタでいただいた質問コーナーの質問コーナーでした。またインスタで質問コーナーしたときは質問してください。じゃあお風呂入る。バイバイ。良い夏休みを。